たちは息の良さが売り物。それで大声で挨拶したんです。あ、そうか。入れこちらがカラオケバー。もう少しすると酔っ払った日本人ビジネスマンでいっぱいになります。ウェイターのアキラです。ご注文の方は？うん、お寿司食べられるかどうかもわからない人には何がおすすめ？じゃあそう、お試しコースはいかがでしょう。ゾッとするようなものは一切入っておりません。じゃあ私はそれ。私も。アキラさんね、僕はサメにタコにそれからウナギに。わかりました。お化けイカある人を殺しちゃうような。本日はちょっと、そちらは？ちょっと選べないよ、どれも怖そうで。まあいいや、これとあとこれとこれ頼むよ。はいや、はあ、たーって。いかがですおや。ダメダメ、何やってんだ。素人だっておめえこんなに荒っぽくは切らねえぞ。まだまだ修行が足りんな。じゃあ思い切って食うか。悪くない。よし、こっちのピンクのいこう。うまいよ。もう一つ。もうなんだよ、これかなりいけるじゃないかよ。はい、私リッチー酒井です。麻酔をやってます。この曲を妻のパーティーに捧げます。聴いてください。流れ流れて旅がらす、たどり着いたぜこの街、そこで出会ったいい女。おお、あとこれ二つね。ウニですね。それだ、トビウオなんて本当に生で食えるの？うずらの卵を乗せるといいですよ。任せたよ。まだ試してないやつあったな。ちょっとこれなんだ？フグ。フグは大変美味しいですけど、でもこれはまかり間違うと。いいからフグ持ってこい。女の子のつけこまし言いすぎよ。親父のことだねならいいもんね。難しい男でさ、やつを理解できるのは息子の俺だけ、バーカだけ。彼女だ。あた頼むぞ。フグ一つ。フグだって、さばき方間違ったら大変だ。そうだ、いっぺんで中毒死する。でもうまくさばけば非常にうまい。親方呼ばなきゃ。いたしのダーリン、スクラバベル、なんていい匂いだその髪、そのパンダ。親方、カウンターに戻ってください。あと頼むと言っただろ、アホ。でも親方、私の手に負えないんで。今取り込み中だ、なんとか自分でやれ。毒毒、おいしいとこ集中して、集中して。ファンフグタスティック。でも親方、何やってんだ。俺悪いんじゃありませんよ。大体親方が仕事のデートなんかするからこういうことになったんです。みんな私だけ責めるのは筋違いですよ。フグは食べないでください。もう食べちゃったよ。なんと言ってお詫びしていいか。今お客様が食べたのは毒なんて。毒だ、どうすりゃいいんだ。おい、どうすりゃいい、教えてくれ。落ち着いてください。メニューの後ろに病院の地図が載ってますから。